今年の桜の開花は平年よりも3日遅かった宮崎。花冷えで開花が遅れて天気に恵まれなかったのではないでしょうか。桜並木のそばでグランドゴルフを楽しんでいるのは UI クラブの皆さん。楽しいですな、やっぱ。もう6年ぐらいしかない。夢見橋も満開でした。約1万本の桜が楽しめる花立公園。大道津から来た奥様、満開ですね。今が一番満開で、前来た時にはまだ7花がいっぱいあったけど少ないね。減ってる花のあれが向こうの、もうちょっと人が多いかなと思ったけど少ない行こうか急に思い出して、ねぎりにして作って持ってきた。食べるわんたもでもあそこのあれ鳴らした幸せのだからそんなようなパワーをもらった。それだけでよかったと思う。鐘を鳴らしてパワーをもらい、何やらわらび取りが始まりましたよ。夢中になってわらびを取ること10分。長さ15センチほどのわらびがこんなに。味噌汁が一番おいしい。味噌汁の中に入れてね、アク抜きして、アクが強いから帰ってから一仕事で。いちごに背番号15番。仮面をつけた帯すぎ仮面や熟女グループ完熟ジェネレーションのセクシーなダンス。ビニールハウスで音楽ライブです。南いちご農園では旬ないちごと音楽を楽しんでもらおうと毎年この時期にイベントをやっているんですって。南いちご農園のファンです。すごい楽しい、最高です。宮崎市から来た奥様、いや今回初めてで、前去年このあれを知ってニュースで知ってぜひ行きたいと思ったんです。だからすっごい嬉しいです。すっごい楽しいです。はい、ビビエいいよいいよビビエ。こちらの男性組、これあの姫ショツザイル、北方のゲス、北方のゲスの集まり、ショツザイルで言えてません。場違いな女性の方も、たまたま通りがかっただけなんですけど、とりあえず今日泊まるところがないので空いてますよ。安心してください、空いてますよ。この後どうなったか気になります。今年は4年ぶりに築公園の桜祭りが復活しました。これがあの、まあ、家族の楽しみというかですね、そういうことで毎年やってます。これにかける思いが強いんです。一家族一品持ち寄りで全員ビールみーちゃんかわいいビール。美味しそうな料理が並ぶ中、野菜の上にそうめん。いや暑くなると思ったんですよ。これは冷たくチュルンと食べるそうめんじゃなくて、ドレッシングをかけて食べる野菜の野菜サラダです。そうめんではありません。失礼しました。思ったより咲いてて良かったです。橋ありますか。ビールが進むお父さん。ケーブルじゃないんですね。ケーブルじゃないって、だから違うんです。インターネット、ケーブルさんではないです。この地区やからなるべく何回も、まあ今日もなちょこっと花が何部か最長やろうと、懐かしく結構もうお父さん出来上がってる感じですけど、そうね、そらくね、これが楽しみね。雨はそんなにないみたい、ね、降らないが、帰るまでは降らない。
雨男は三好英治やな。雨女は和田アキ子だよ。三好英治はよ、雨に濡れながら佇む人がいるっていうのが雨男。うまいですね。雨女はとても悲しいわって言って、あなたと別れて雨の歌を歌ったら本当に雨が降ってきました。もう撤収ですか。はい、もうありがとうございました。こちらのグループはもしかして去年取材した油津中学校の卒業生グループ。イエーイ。人が多いなと思って、でも桜が咲いてなくて残念です。こっちに聞いてください。先生は来てないですか。来てないです。なんで今日誘わなかった。誘ってないですね。なんで誘わないんですか。忙しいかなと思ってね。前回より人数が少ないようですが、去年の子はもう県外に行ったんですよ。行ってないけど、だから誘ってないです。お腹に増えたんですよ。お腹に増えたんですよ。その分ちょっとね。本当ですか。おめでとうございます。あっちも、はい、子供が増えたから増えるんで大丈夫です。また来年期待しててください。来年期待していますよ。花見の人数は少なかったけれど、ちょっと嬉しい報告が聞けました。